疲れんこん。ほんとね、あーでも全然来ないかも。え、何の話よ。台風全然来んやん。うん、なん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 全然ってこともないよ。いやカクカクってなっちゃう。今はね、夢に安否出てきた。上、何しとったの。こんばんは。髪なんか話してよ、ママ。うん、ママへの質問コーナーにしよう。質問コーナー、何がありますか。今日お昼何食べたでしょうか。あ、そういうこと。え、そういう質問じゃない。ママが質問してくるみたいなこと。え、あ、そういうこと。そう、あんま興味ないけど。興味ないよね。うん、サラダかな。さ、なんかさ、サラダパスタみたいになるやん。うん、食べて。違う、お米か。お米じゃない。え、パスタ。小麦粉。パン。お好み焼き。うん、うどん。うん、近い。ああ、そば。あ、小麦粉じゃないか。ラーメン。え、なんか冷凍のコンビニのチンするやつ。昼に。うん、夜も。夜は違うよ。え、ああ、素晴らしい。あんだってやん。ママが考える楽しの基準は。だってむず。楽しい。うん、おつさん星はありがとう。楽しの基準、アナちゃんの習い事の基準は何ですか。だって習い事の基準は、うん、自分も昨日夢出てきた。びっくり、ありがとう。習い事の基準、うん、パンダコス、あ、似合っとった。いいにゃにパンダさん、曜日が埋まるように。ほんとそれでやりよったん。だって全部埋まっとったでしょ。埋まっとった。月曜日ピアノ行って、火曜日バレエで、水曜日英会話で、うん、木曜日バレエで、金曜日塾だった。そうで、土日バレエあって、塾バレエみたいな。そうだった。埋まるようにされとったんや。埋まるようになってたんや。でも岡山に引っ越してからはそんなことなかった。いや、ピアノをやめて英会話もやめた、うん、でも埋まっとったよね。埋まってた。月曜日、あ、塾あったわ。月曜日塾あって、うん、火曜日バレーあって、うん、水曜日塾あって、うん、木曜日バレー行って、金曜日バレー行って、うん、土はバレー行って塾行って、日曜日はバレー行っとった、うん、卒業後にショールームやらない約束をしたって本当ですか。うん、本当です。本当です。はい、皆さん諦めてください。そうなんです。それもひっくるめてやめるっていうことに、はい、そうですね、を決断してねって言ってやってから自分で決めた。はい、ピアノのイントネーション同じやん。だって、あ、違うってこと。ピアノ。アンピに今すぐ直してほしいところは。いや、もうないよね、本当。お利口で、なんか悪い子をしよった。お利口で優しくって、悪い子をしながらやった。どんな子育てをしたアナちゃんのようないい子が育ってますか。やんちゃやったよね、アナちゃんね。え、いい子。やんちゃじゃないよ。でも個性的ではあるよね。そういうところを伸ばしてあげたいなと思う。今日の夜ご飯何がいいですか。今日の夜ご飯、うん、ちっぽくん何がいい。ホタホテトさん花火ありがとう。何がいいかな。ちっぽくん、ちっぽふんりょる。ちっぽくん鳥が好き。鳥が好きらしい。焼き鳥です。今日は焼き鳥がおすすめです。ママから見てアンナは純粋ないい子だと思いますか。いや、めっちゃそう思う。本当にそう思う。ウケる。めっちゃいい子なんよ。パパンナ、ここアさん曰くイケメンと聞いています。だって、うん、なんか
幼稚園にお迎えにパパが行って先生が喜んで、うん、明日もパパがいいなって言われたけど、私の違う、あんのそれの話すると思わなかった、あのバレエのさあのお母さんたちにダンスダンサーかと思われてね、そうなんかこちらへどうぞって言ってダンサーか控室にさ、うん、控室こちらですみたいなね、うん、父ですダンサーに間違えられた、うん、ギザリさんパンありがとう。パパあの六本木ヒルズで、うん、のトイレで、うん、いいそれが言ったかな、うん、芸能人に会ったってやつやろ。そういいいい小木ざりさん花火ありがとう。私がリアルおりこちゃん低く申し込みぶん投げてきたので、お当選祈願をよろしくお願いしますだって。公演の当たりますように。素敵なかんどういうこと、あどうしたら素敵な家庭を築けますかだって。チフキューさんの舞台見てきた。おー今日初日、うん、うん、すごいね。今日と明日と忙しいね。うんすごい名古屋あったね。アナちゃん何歳で結婚しそうですかだってできるかな。ST の曲の中で一番好きな曲は無謀。そうなんじゃん。ゆるの変身見て笑った。あれおもろい。あれおもろかった。うん。真ん中から見て私は楽しいですか。誰のこと言ったのか分からんか。この立場やと羨ましい話さ、羨ましいこともやった。アナちゃんの癖は何ですか。確かに気になる。癖。うん。癖。アナちゃんの癖。癖っていうか肩凝っとるよねってすごい聞いてきて。ああ言ってく言う。今日も言ったよ。会ってすぐ言ったもん。瞬間に肩凝ってる。どのくらい凝っとる。そうどのくらい凝っとるか気になるんよ。そこはここってママが聞いたら、うん、ここは何かなちょっと何かな。原因を知りたい。でもママはスマホ首しか言ってこん。決めつけ、もう決めつけよ。何と思わず、そうこれスマホ首よって、あこれもうスマホ首よみたいな。だって知らないよ。何って聞かれても。何か分からん。着替えますね。だって無謀好きなんだ。あ、無謀いいよね。あ、そっちでは笑ってないよ。なるほどって思ったよ。そっちは笑ってないですよ。そっちじゃない方を笑いました。あ、こっちの話。実家では盛り塩してますか。してない。実家では盛り塩してない。した方がいいんですかね。どうなんでしょう。何も起こらない。え、でも一回あったよね。あった。マジ階段誰かがさ駆け上がるさ、結構普通の音、コトコトコトみたいな、うん、あの時は本当お化けというよりも不審者かと思って。え、ね、マジでほんまに。お化けならまだお化けの方がいいよ。うん、ガチでママ包丁取りに行ったもん。備えようってことでね。なんか持って、うん、キッチン降りて、うん、一応包丁持って、うん、全部の部屋見に行ってママ、うん、あの時はめっちゃ怖かった。超怖かった、うん、次の日は握手会だったんよ。めっちゃ覚えてる。ココさんの握手会行く日に、うん、もう眠眠で行ったもん。寝れんすぎて。ママでもすぐ結構すぐ寝た。全部人がいないっていうのを確認したから、うん、お化けならいいやと思って、うん、めっちゃはっきりだったよね、うん、だ絶対誰かおるって思ったもん。めっちゃ怖かった。もう不審者。うん。はい、でした。怖かった。でした、でした。あ、でした。ないない。子供の頃なりたかった職業は？あなちゃん？あの、
なんか最近あれ見つけた。何？6年間の私の記録みたいな。何それ？身長とか体重書いてある。どこにあるん？持ってくるか。うん、アッキーさん、レンボスターありがとう。ママンナは誰推しなの？あんちゃん推し。ママが、そうそういえばなんか、あれ、あれあの BLT さんのやつ、あ、予約してないからしなきゃって言ったっけ。え、まだしてないんって言ったら、いいやろって言って、今からさ、買わんのじゃないって言ったら、いや買うよ、何やったっけ、ママ太った、ママ太ったやけんって言ってたんですよ。全然太ったじゃないよって 言いました。だから違う、あのお洋服とかさ、確かに、うん、生活費とかさ。ママもコウコさんに会ったことあるの？あるっけ？ない。なんか見に行ったことあるっけ、ライブ。見に行ったことあるのは、あの二子玉川の、あー、千穂さんと、え、言っていいよ、だって二子玉川でイベントあったやつやろ、うん、すごい、なんかそこで、うん、アンナちゃん学校あったから、すごい奥ちょっとギリギリに行ったよね、うん、そしたらさ、なんかファンの人がさ、前へどうぞって言ってくれて、譲ってくださって、めっちゃ優しかったよね、うん、見えるところまでどうぞどうぞって言ってくれて、譲ってくださって、めっちゃいい人たちがいっぱいおるなと思って、先に並んでたのにな、すごいいい人たち、後から来たのに申し訳ないねって言いながらね、前の方に行った、うん、そう、前の方に行った。アッキーさん、お鍋ありがとう。可愛かったね、石田千葉さん、みなみさん、ママの方向いて手振りくって、うん、ママ絶対違う、絶対違う。ママンナさん、話したことあるメンバーさんいますか？でも遭遇あるよね。うん、あかりんさんとか、うん、優しいよね、うん、リレちゃん、あんなのマリオなんか撮ろうとしてる。あ、ほん、確かにリレちゃんとご飯食べに行ったことあるくない？初期、超初期に。リレちゃん、すごい丁寧。10冊ん、なんか行ったお店がリレちゃんとアンナとアンナのママとアンナのパパと行ったんですよ。そう、なんかメニューをさ、これそうこれ食べた方がいいって言われて、ね、なんか今日は魚が入ってて、魚が美味しいからこれがいいよみたいなめっちゃ勧められて、うん、あんな一人さ、それ以外、それ以外を、うん、それ以外頼めない雰囲気をすっごい出して、これがいいみたいなずっと言われて、うん、でもあんなは魚が嫌だったからうどんにしました。なんかこの子強いなと思って。いや、初期だったんだよね、リネちゃん。あれほどまだ、うん、あれほどじゃなかったよね、あの公演ほどのはっちゃけはなかったよね、まだ初期だったから、あのよそよそしい、まだよそよそしかった。タラタラさん、ありがとう。今日はね、いつもと配信場所違うんですよ、実家です。ちーくん、ちーくん、そうなんですよ、実家はね、食わす一匹もいないです、まだ。今日 UFO キャッチャー見に行ったけど、おらんかった、食わす一匹も。さまき、結婚してありがとう。花火ありがとう。留守番、あー、そう、留守番してます、広島ね。えちぷん、そう、いろんなとこ住んでたんですよ。岡山住んでたり、香川も住んでたり、あ、そうそう、推しの子のやつ。そうそうそう。ママはロングですかショートですか？ロングですよね。何か髪の毛、そう、ロングでもないよ、ちょっと伸びちゃった、こんぐらい、もうちょっと残業頑張ってください。残業すごいな、疲れるよな。チップくんとおしゃべりできますかってきた。チップくんはしゃべりますよ、ます、ママがやってください。チップしゃべって。固く何配信ではやろうとしないんですけどね。え、みんなの犬は喋らないの？みんなの犬は喋らないんですか、だって。ママさん大好物は何ですか、だって。大好物なんだろう。なんだろうね。今
結構時間に荷物いっぱい持って帰ってきてるんですけど、サンリオのポチャッコのカチューシャをちょっと持って帰ってきて、ちょっとチップくんつけたら、あ、いつの間にかぶん回されてカチーって噛んでて、ちょっと取り上げて、そう、大変なことになりそうです。襲われました。噛みついてくるから。アナちゃんは泣き虫ですか？そうよね。なんか学校でも忘れ物すると泣いちゃう。で先生に、先生もそんなに怒ってないのに。酔ったん、うん、先生も、うん、それなんか、あの、誰だって忘れることあるからいいよって言ってもうえって言われた。友達に、あの、小学校の時になんかちょっとなんか忘れてきて、謝りに行って、泣きながら謝りに行ってて先生が戸惑ってたのもめっちゃもうその印象しかないって言われるもん。そう、先生が逆になんか、なんか泣かしたみたいなぐらい。すっごいあんなちゃん真面目ないよね。ルールを守るから、なんかそれに合わなくなった自分も嫌だ、もうちょっとおおらかになればいいなと思って、思ってたけど、今すっごいおおらかになったよね。そうなんかね。まあでもルールは守るよね、すごくね。そうなんかね、もういいんじゃないとか言っても、いやダメよとかってよく言う。あなちゃん、そうかね。パパと一緒で、あ、こうって決めたことはダメなのかな。アンピちゃん、ちっちゃい頃お腹すいたり泣いたりしましたか？お腹すいて、あんまり寝ない子だったよね。寝ない子？うん、泣いたり、お腹すいたら泣いたりしますかよ。泣いたりしますよ。ああ、泣いたりするんだ。泣き、超泣き。卒業公演の最前でアンナと叫びたいさん、花火ありがとう。はい、おおらかですって来てる。あ、鼻についてどう思いますかって来た。鼻についてはパーツの中ではなんか一番ちょっと、まあ、マシになってきた。マシ、ほらほら、こう言われるんですよ。お鼻がどこが悲しいのってバーバーにも言われとったよね。どこが悲しいの、お鼻かなって。ちゃんの悲しいところはどこかな。そう、ちっちゃい頃から言われ続けて。そうなんですよ。そう、困惑。アルバム画像待ってます。確かに一個めっちゃあのめっちゃ家の前、家の前じゃないの？え、嘘、持ってきて。家の前じゃない。うん、じゃあ 見せてみて。近所のよその家の前。ダメよ。めっちゃ可愛いよこれ。これはね、可愛いと思う自分でも、周りをこう手で押さえて、こうか、ちっちゃい頃パン女です。パン女、これを着てたんよね。かわいかった。そう、着てたんですよ。見えるんかな。何歳なんだろう。置いてくれてやるよね、ちゃんと。え、置いとる置いとる置いとる。それはママの思い出のお洋服だから。お洋服、お洋服。父ちゃんだから。マンモスかな、これ。え、マンモスじゃない？ねえ、開ける。めちゃくちゃ可愛い。嬉しい。大きいおばあちゃんがすごいこの服着て、お餅をつ一緒にお餅つきしたんよね。すっごい喜んでた。覚えてない。世界一かわいいアンピー、アッキーさん、ありがとう、ありがとうございます。アッキーさん、でも毎年お餅つきしよったらマンボ言ってるよね。
今もしとるよね、おばあがケチ。うん、今も可愛いよ今も、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーチップ、ちょっと反対になっちゃった。寝ようかな、うん、手振っとんの分かってないかな。分かってるね、それは見えてる。イングやった。お水欲しいわ。お水、うん、なんか話しちゃって。喉乾いた、なんか話しちゃって。うん、なんか話しちゃってって言ったやん。なんかってね、なんかなんかチップくん肉球プニプニ塗らないか。えー、あるのそんなの。うん、これ肉球をプニプニにする。のりやんそれ。のりよそれ。お散歩前やお散歩後に塗る。見せて、うん、これのりじゃないですか無比かな。無比じゃないよ、肉球をプニプニに。だって自慢のプニプニ肉球をね。スイッチの導入はまだでしょうかって来てるよ。男子はプロコンの方ね。プロコン、プロコンの方がねいいよね。何それ。え、よりゲームを楽しめる。ゲーム楽しむ、セミナーのそれ。セミナーね、無理じゃないからね。フリペイした、うん、あ、柔らか、柔らかやろ。こうこう歩かんけん外。気をつけてるから。ケアされる、ケアされてるね。はい、くっついた。まあその写真大事にして。はい、超無比やん。無比じゃない、美容にチップくん受かってもらし。サラちゃんシミサラアンペママめっちゃ美人って何回も言ってるよ。あ、シミサラちゃんところのお父さんと、あの時一緒やった、うん、オーディションの時。ああ一緒だった。そう、めっちゃ覚えてる。お父さん一人だったし、あんまりなんかその、うん、みんながなんかこちらにどうぞって言われてたの気づいてなかったっけ、うん、あっち行くみたいですよってお伝えした、うん、あ、そうですか。しおりさん欲しい、わーありがとう。お父さん来てくれてたね。めっちゃオーディションのシミサラ覚えてる。絶対受かる、可愛かったね、絶対受かると思ってママにずっと言ったもん、ね、あの子は絶対受かるわ、かわいいねって言っとった。かわいい。え、無族で中学中学生、小学生、中学生、中学生ね、可愛かったね。中2、神戸か、懐かしいね。スイッチアナ今日見に行ったんよ。え、見に行ったコントローラー見に行った。へぇ、21歳からそんなのみんなするものなんやな。分からんけどさ、あのママの興味のないことに文句つけるつもりはないから全然いいよ、うん、そういうことなんやな。でも何でも趣味があるっていいことよね。はあ。ねえ、チップか。チップくんはお姉ちゃんにぬいぐるみもらったね。何あげたっけ？アルパカの。ああ、もう馴染みすぎて。絨毯と一緒やん、あれ、うん。アルパカちゃん。今の世の中場合によってはゲームでも稼いだりできるわけですってきた。ねえ、ほんとそう。なんか知り合いの知り合いの息子さん、知り合いの知り合いの息子さん、ポケモンのゲームで、うん、一体感じやんだ。知らんけど YouTube ってすごいよね。YouTube すごい、知っとる、うん、ちょんまげこそみたいな。知らない。知らん。最近会社で話題になったのは、あのサングラスかけた怖めのおじさんが料理するやつ。犬を助けに入れて、
犬抱っこして調理したりする。へー、知らん。置物みたいにワンコがご飯食べるお城に。へー、なんか中学生でね、今ね、うん、なんかすごいブレイクっていうのか分からんけど、うん、すごいなんか YouTuber の子おって、うんうん、Twitter とかもフォロワーすごいよ、うん、多分できたばっかなのにもう全然あんのよりも上よ、うん、すごっと思って。中学生とかかな、面白い編集ができるってこと？うん、かな、あんま分からんけど、なんかたまにママもその見るけど、あの例えばなんかその開封したりする、うん、あ色が5つ入ってて、その中に箱の中に、うん、5種類揃えたいんだけど、うん、今回 5個買ってきました、開けていきました。ああ、なんかの開封、うん、開封の人いるやん、うん、あれたまに怪しい時あるやんって、なんかいきなり後ろから開けたりする時ある。これさっき表から1回開けたよねって。そんなは知らんけど、そういうのを順番的に、なんか青青青続いたら最後赤みたいな。あー、そういうこと。そういう編集をして、本当は赤を先に見たんよ多分途中で、うん、だけど、あ、最後に出る方がいいやんってなるやん、うん、そしたらなんかノリで貼ってさ、今度は後ろから開けていこうとかって言って、なんか最後に赤が出たみたいな。なんか愚痴られとく気分なら、なんかなんか、あ、そういう目線で見ないからな。そういう、デジエグさんありがとう金魚。そういうやっぱあんな真面目だよね。あのまんま通り見る、うん、何の疑いもなく、うん、だけあんた今日だらしめん、あんなが見る、うん、お怖いやつで本当にやった怖い動画みたいなのを今日、うん、見よるやつを今日見たよ、昨日か上がっとくかなんかを、うん、全部出されても嘘物の動画もあるんよ、うん、あ、これ絶対嘘やみたいなことも言おったんよ、うん、それもう分からんもん、あ、これ本当なんやって、へえってなるんなっちゃう。全部嘘じゃなかった、見て、全部嘘じゃない、うん、すごい、いや、おかしいのあったもん、おかしいのあった、うん、いや、そういうなんか気持ちで見れるってことが若い子たちっていい、すれてなくていいなって、嫌味みたいな、嫌味じゃなくて本当ハートやかありがとう、いいなと思う、だから好きなんやな多分。あ、確かに心霊系とか好きな人は多分そう、スピリチュアル好きな人は多分そうよね、少し、うん、あの信じてるってことやろ、うん、少しじゃないよ、信じとんよ、信じとん、だって絶対に家におると思う、ママは幽霊より本当に怖い人、あの生身の怖い人の方が嫌や、いや、そりゃみんなそうよ、でも家におるんやって絶対に、あんな思う、頭おかしいと思ってるやろきっと、そういうおる、見える人はおるかもしれんよ、だけどママには見えないから、ママは分からん、あんなも見えんよ、見えんのよ、見えんよ、けどおるって思うんよ、しかもなんか占いの人におるって思ったらおるよって言われてからもう分からんのよ、あ、おるんやって思っちゃうんよ、おるとどうなる、でもいいこともあるやん、え、いいことは なくない、守ってくれるとかない、いいことはない、他人のお化けよ、他人のお化け。自分にはなんか守られる、そうなんですか、いいこともあるんじゃない、それはさ、あれじゃない、あの女の子の霊みたいなやつじゃない、あ、幸福をもたらしてくれる、何やっけ、座敷わらし、あのおばあちゃんち座敷わらしおるって思っとったもん、ちっちゃい頃、おるよな、おらん、おるよね、おばあちゃんちおると思う、繁栄したもんな、すごい、そうなん、あー、そういうこと、あんなもうなんか2階はないやん、うん、もう上からコト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 と聞こえるけん、うん、私気晴らしやって思いよったやん、ずっと、でもママにはネズミって言われた、なんかすごいヘビとかがその金運をもたらすっていうやん、すっごいヘビ住んでたんやけど、ママの実家、それってさあ、ネズミちゃんがいたからだと思う、うん、わかる、ネズミを食べるために、ヘビキモい、あ、ちょっと鳥肌立ってきた。想像したら
だからなんか日本家屋、そのあのダラさんいいね、ありがとう、入りやすいんだと思うよ、蛇がね、蛇がね、あ正解って聞いてる、あそうなんじゃ、えでもさ香川の家もおったくない、蛇、うん、家の中には入ってなかったけど、あのハトちゃん狙われとったよね、卵食べられたよ、うん、ハトちゃんで、なんか新しい子が来とるらしいよ、今エマ連絡来た、すごい、いとこのお母さんから、アンナちゃんがそのハトに名前つけてね、春になったらハルちゃ ん夏になったら夏ちゃん、同じハトなのに名前が変わるそう、春夏秋冬で名前をつけたくて秋になったら秋ちゃんで、冬になったら冬ちゃんって名前で呼んでました同じ鳥なのに同じ鳥、大きい木があったからね、でなんかママ学校にね、同じ鳴き声するハトが出たって言うけんさ、うん、アンナのこと見張っとんよって言ったら、うん、本当に恐怖みたいになっとったよねあ今日もおるって今日アンナについていってるんよって言って、うん、嘘ついたらママが、うん、今日も来てた怖いよって言ってね、でもめっちゃ学校にいたんですよその子がどこにでもいつでも運動会の練習中とかに外行ったらおってドゥーワッてドゥーってなる、ね、家帰ったらおるしな、確かにおる、巣を作ってたんで、監視ロボット、監視ロボット、鳩型の、鳩型の301回、おお、オンブランスありがとう、明日言う、明日のこと、いい、何時になるんやろ明日、7時、何時からやったっけ、忘れとった、時間見るの、あー頭痛は ないよ、頭痛があるない、たまにある、じゃあちょっと前ここすごい痛かったんよ、マッサージしたけんかな自分で、うん、それはあると思う、あのマジ頭のマッサージ行きたいもん、でもあんまり頭のマッサージ行きすぎない方がいいよ、でも最近全然行ってないよマジ、だって高いもん、1万円とかよ、そうだよね、頭一番あったらコントローラー変えるわ、うん、コントローラーじゃないわ、でもあのファンの皆さんの当たったやつさ、もらえたやつ、あ、ね、一級、うん、マッサージしてほしい、マッサージか、地球を救ってるのこれこれでそうこれバレーノなんですよ、一応そうなんですよ、バレーノなんですよ、 NBA のやつか、あんま言わんといて、愛は地球を救うよね、うん、そうですね、あんちゃん昔そのための募金しとったよね、この間開けたけど、そうなん、あれに持っていくっていう張り切り、そうなん、全く覚えてないわ、いくら入ってるでしょうで開けたけどさ、あの時の缶詰開けるのさ、うん、ママ予想ついてた、あんちゃん多分開けられんのやろうなと思って、うん、よく開けたな、あれで最初ガッツンガッツンやってて、あーそっか、家でやったんか、うん、広島のね、確かに、うん、四国くんありがとう、ルーチーさんありがとう、あの姿を見て立派になったなと思ったもん、かき、あのコキコキちゃんとできるようになって、あー、なるほど、あれどっか行ったやん、缶詰どこ行ったん、分からん、どこに置いたか思い出せない、捨てたんかな、え、お金ごと、え、違う、缶詰の、あの開けるやつ、100均で買ったやつ、缶切りの、あーそう、缶切り、缶に入れてた、なんか缶の貯金箱みたいなやつです、うん、アンナは地球救う、救おっかな、
チーク眠たいやん。ずっとアンナがおったけんかな。でもずっとお留守番だったけんさ、いっぱい寝て嬉しいね、今日お姉ちゃんいててね。グーフーって言う、グーフー。もう作ってる。牛コックくんありがとう。チップくんかわいい。タワーのれは9時にします。今何時？8時35分ドゥ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 。疲れたね、チカ。なんか話題出してください。ヨリンさんありがとう。ピオリン29日え、しおりんさん、なんとか人形って何？ディミアムシ、ありがとう。サラピが真似しとってやつ。あー、え、なんだっけ、あのなんとかちゃんやろ、うん、あれ、名古屋の有名なやつよ、こういうやつ。何なんそれ、知らんの？だから、あ、ななちゃん、ななちゃん、ななちゃん知らん、ななちゃん、なんと知らん、こういうやつよ、白いこういうマネキン。知らない。見たらわかるって。タブレットあった。そんなのどこにおるの？え、な、え、ツイートしとったよ。え、ツイートしとるけど、名古屋のどこにいる？有名なところじゃない？知らん。どこにおるかは知らん。栄？話し方似てる。名古屋駅降りてすぐのところだって。あ、そうなんじゃ、やっぱ名古屋ってさ、車でしか行ったことがないけんさ。そうなん？名古屋城行ったことあるよね。あるあるある。本丸御殿とかね、カピカだったやん。いや、奈々ちゃん人形じゃ、間違えた。そうだ、一回さ、行ったよね、うん、名古屋城行ったよ。あれ、車で行った？車で行った。え、香川から？うん、名古屋に。香川のお友達のさ、先輩の家に泊まったやん。作った家、大工さんでね。うん、そう、あ、覚えとる、それや。え、そう、これこれ、ナナちゃん人形。え、ナナちゃんって今はこれはなんか違う、ちょっとメンズになってるけど、本当はいつも違うよ。どういうこと？いつもはなんかこんな感じだったりする、服が変わる。あ、知らんかった、ただのあれ。知らなかった。めっちゃ大きいやん。そうよ、超大きいよ。もう人間こんぐらいのやつ。で、服いろいろ着てるんや。そう、知らない。初めて。こんばんは。でもあんたも ST 入ってなかったら多分奈々ちゃん人形知らんかった。ST 入ってから、うん、なんか ST 入らんとあんた多分、うん、知らんこと多かった、ね。知らんこと多かった。さやかのハンバーグとかも知らんかったし。知らんやろ？静岡の。わかる、それはわかる。あ、わかるんかい。あの、か、あの、アウトレット行った時に行列やった。あ、そうや。ネギシも知らんかったし。ネギシって何？あ、牛タン。うん、パパに牛タンのお店出そうって言ったやつ。香川帰ったら牛タンのお店出そうって言った。そう、ネギシが美味しすぎて。マジで、うん、全然知らんこと多かった。ピオリンも知らんかったもん。ピオリンも知らんし、 SD 入ってなかった。ピオリンって何なん？それプリン、中がプリン。うん、し、え、な、割と何も知らんかったと思う。お、ご飯のお店も全然し覚えてないし。そう、ね、なんかうち行ってさ、なんか一回行ったら そこが美味しいと思ったら永遠に行くやん。一生行く。そう、だからさ、なんか新しいところを開拓しようという気が少ないし、うん、同じものを食べてしまう傾向があるやん、うん、この家庭全員そうよ。そうよね、パパもそうよ。あんでもそうやし、あそこのあれ美味しいって言ったら、うん、毎回それ行くよ。絶対違うものを食べようっていう。うん。さあ、なんかさ、あの、なんていうの、ラーメンのお店で一回つけ麺食べてしまったら、ね、うん、そこのお店ではもうつけ麺しか食べないっていう。そう、家族全員つけ麺しか食べない。しかも多分そこをつけ麺を売りにはしてないんですよ。むしろラーメンを売りにしてるのに、ずっとつけ麺食べたことないっていうね。うん。ウェリントンはね。ベリントンは大好き。
成人式変えた時食べましたね。アンナちゃんのさ、うん、5歳ぐらいの誕生日、ね、うん、返したよね。なんか丸い広い部屋してくれたよね、うんうん、なんかね記憶にあるここに、ね、冒険しない派なんですよ。冒険できないよ、うん、でハマるとそれ だけが食べたいタイプ。わかる。なんか浜北コーヒーとか行ってもあんなに種類いっぱいあるのに、うん、毎回同じものを食べる。そうなんですよ。ドンギョー大好き。今日話したん、ドンギョーの話。マジ香川帰ったらドンギョー行こうっていう会話をした。ドンギョーのさ、あの、うん、雑なさ、ごめんなさい、うん、あの接客、一回さ、ママさ、ここって何時に閉まるんですかって聞いたんよ、うん、お店にも何時までとか書いてない、うん、書いてない、書いてない、うん、何時までですかって聞いたら店員さんがさ、顔見合わせてさ、無視無視、それで終わりで、なんかあそこってさ、お客さん自身が自分でその何番目の客だっていうのを覚えておかないといかんや、うん、そうなんですよ。そう、どんぎょう、その何々さんのが先だからどうぞって店員さん言ってくれんや。言ってくれないですね、うん、あの人の後に来たけ、あの人の次だろうな自分と思って。そう、暗黙のルール、あんま喋ったらいけないよ、あそこの。ちょっとね、なんか、うん、ギャハギャハではない、ギャハではない。ドンギョーは香川にあるあのラーメン屋さん、ラーメン屋さん、中華ラーメン屋さん、うん、餃子も食べれるし、ラーメン屋さん、うん、中華、町中華って感じ、町中華なんですけど、ドンギョーっていうお店があって行ってほしい。そう、割とさ、割と有名なんかな、有名、うん、あそこのどんぎょう有名よね、だと思う。ちょっとチェーン店だったんかな昔。いや、分からん。ママたちが行くのはあそこだけないけど、うんうんうん、てか他のね、他の店舗がどんな感じかは分からんけど、もう一つのところ行くと、うん、行ってしまうから、どうしても、あのすごいんですよ。でもいい意味で雑で、本当にいい意味ね、なんか手でさ、そう、手でチャーハンさ、うん、掴んでさ、味見するやおじさん、はい、で手に残ったお米をペッペッてこう下にさ洗って、ちょっとね雑い感じではあるんですけど、うん、でもなんかそれが愛嬌みたいな。途中でさ、昔はさ途中でタバコとか吸ったりしてたの。へえー、そうなんだ。厨房の中で、そうなんじゃ。で2、3泊したら捨てて、破天荒なお店だったよね。あとさ、年末年始、盆正月、うん、あ2週間ぐらい休みだよね。本当に休みます。いい意味で、いい意味でね、いい意味で、お店として素晴らしい。綾賀イオンの近くかな、うん、かな、超近いとかじゃないかな、近いか。なんか駐車場も混んでたイメージ。え、混んどった、いつも、うん、でも行きたいんよ。そうなんか行きたい。1週間2週じゃあ1ヶ月2ヶ月すると食べたくなるよね。うん、食べた、絶対そこ美味しいよって来とる、うん、行きたすぎるって。あ、そうそうラーメン好きのすごいよね、美味しいよね。香川住んでる方はぜひぜひ。でも知り合いと会ったことあるような気がする、あそこで。知り合い？なんか。うん。結構会うよね。うん。どんどん来る。丸亀でお祭り今日。なんだろう。バサラ？バサラ？港の方であれじゃない？花火。全然花火大会も行かなかったよね。ね、行かんかった。マジで行ってない。ママの方こそ見てないんじゃない。何花火い、いつから見てない。ずっとやろう。アンナはだって見たもん、家から花火、広島の時に。あ、そうなんや。見れた。じゃあパセリと目が合ったでなんかそう見よったらなんか
メンバーかなみたいな人がおって盗撮しよったら知らん人だってやべえやべえとなってめっちゃメンバーだと思ってめっちゃ手振りよったんよ、うん、でもなんかこっちは見てなかったけど、うん、いやあれ絶対メンバーやーとなってこうやって手振りよったら、うん、知らん人だったおーいとか言ってメッセージよってヤッホーとか言ってよったら全然知らん人だった恥ずかしかった。でもこっちのこと気づいてなかった。気づいてない気づいてない気づいたけど怖いから無視したんちゃって、ね、んえ6はいっていうちゃんと説明しました今。なるほどね。気づいてないふりだったんかな。うん。お茶目エピソード。ママ一回だけアンナちゃんを待ってる時に広島で、うん、マイケルさんアンナと勘違いして、うん、目のところが確かにマスクして帽子かぶっとって。ああごめんなさい。そうその次の日なんか言ったんですよ。なんか私のお母さんがマイキューさんを見た時に一瞬あんなかと思って声かけようかとしてしまったらしいんですよって言ったら、あ待って昨日なんかめっちゃ目が合うっていう人に会ってなんだろうって思ったんよって言った。びっくりした。あと前をリンコちゃんが歩いてたことは全然気づかなかったけどパパと歩いてて、うん、あれリンコちゃんやろ名前のって思って、スタスタ歩いて遭遇率高め。うん、アイコジも見かけた。アイコジのパパとパパはイエイってするね。確かにどういうノリなのか分からんけど握手したりした。そうだね。仲良しなんだな。これ話したっけ？うん、あこあ配信に言った。え話したか分からんけど、うん、なんか愛媛の、うん、いつやっけ宇和島でフェス、うん、イベントあった時に、うん、おばあちゃんとおじいちゃん来てたんですよ。うん、でなんかファンの人と話したらしくて、それであ言ったか配信で。それをきっかけに、うん、アナちゃんを好きになりましたっていう手紙が届いた。いいやありがとう。でもおじいちゃんとおばあちゃんと話してアンナ好きになったってことはアンナのことは別に好きじゃないってことや。そういう意味じゃないよ。気になり始めて見たってことやから。きっかけが、うん、おじいちゃんとおばあちゃんと話したからって。ちょっとでもそういうそれはきっかけとしてはいいんじゃないですか。 ありがとうって。でもおじいちゃんとおばあちゃんがなんか酔ったみたいな酔った人おったやん。なんかいっぱい話してくれた人がおったみたいな。丸亀かな。あ丸亀かあれ。あじゃあ違うわ。からそんな人かなと思ったやん。違うか。誰が違うと思う。違うと思う。丸亀のお城祭りも来てくれてたんですよ。そうそうそう。そう母方の方も父方の方、父方っていうのこれ。父方。父方の方も両方来てくださってて。そう、おばあちゃん、うん、すごいあれ、お友達のママ来てくれとったよね。お友達のママ来とったし、友達もおったし、同級生も来とったらしい。あ、そうなんや。うん、おったらしい。あ、思わず名前言いそうになるよね、怖い。やろ、友達の名前やろ、怖い、怖いやろ。パッとね、何やりちゃん、ねあ、そう、なんとかちゃん、言いそうになるよ。言いそうになる、わかる。しかも結構な前の方で見よったんよ。え、すごいね。まあ、家近所や、あの人だって。あ、その人じゃない。お母さんの人やろ、うん、お母さんは気づかんかった。どこにおったか。でも後から声かけられた。あ、ほんと。あなちゃんって言われて、うん、みたいな。もう、わかる。すごい似とって、その子が。その子とその子のお母さん。お母さん似てるよ。マジ、うり二つ。かわいいやろ、めくりくりして。うん、
お父さんの要素どこなんやろっていうぐらい、もうマジお母さん要素しかなくて、その子でもう声かけられた瞬間、弟もめっちゃ目くりくるよね、はい、あそこ、うん、あ、ちっちゃい、まだちっちゃかったけど、うん、もう大きくなったのかわからない、あの子お弁当中学校から自分で作りよったんやな。え、マジで、うん、すごいやろう。え、めっちゃすごいやん。どうし、そういうか、あの好きな、いや、知らん。すごいね。あの子は将来何になるんだろうね。知らん。え、東京じゃない？うん。そう。今やろ？遊べるやん。ね、遊ぶんじゃない。遊ぶんじゃない。勉強勉強。なんよ勉強って。勉強勉強。いっぱい来てるやん東京。何が？友達。来てないよ。いっぱい来てるよ。来てないよ。マジで来てないよ。いっぱいおる。香川の子ってみんな関西なんですよ。そんなことないよ。いやいやいや。いやいやいや、ちょっと数えてみ。比率おかしいから東京に来てないもん。数えたら関西の方が多いけど。マジで来てない。あるあるじゃないですかね。東京多いよ。よし。同級生。関西行きあるあるよね。それはさ、近くの方がいい。思わず名前言いそうになるのよくない？東京の子マジおらんくない？数えるぐらいじゃない？そう。しかもあんまり話せるぐらいの子、うん、ばっかり。めっちゃ仲いい、うん、ミニボイス花火ありがとう。サンドちゃん成人式の写真撮りに行かないかね。あとでもういいもういいもういいわ。そんなこと言わないで。バレーの頭いい子は東京。そう東京東京ね。アンナちゃん中2の頃ちょっとだけ買ってたよね。中1だっけ勉強、うん、買ってないよ。そう、1回だけ買ってたの。買ってないよ、あの子めっちゃ上よ。1回死んだあんちゃんの方が上だった時あるやん。何、なんでママが知ったんで、と思って、うん、あんちゃんいけるんじゃんと思ってたけど、あれ中1や、中1の時。え、中 1？ うん、あの子がちょっと手を抜いたんやと思う。え、違うよ。あの子全然もっと上よ。死んだんよ。違うよ、違う子よ、それ。絶対違う子よ。じゃあ、バレエ3人で、一番その子が悪かったなって、本当にその時。え？何？なんでそんな会話したん？うん。その3人。で、その3人、誰が3人かわかるけど。父さんには分かるでしょ、うん、私が自慢したんですかね、分かってないんだけど。自慢してたよ。自慢しとったん、うん、でもそこから火ついたかもしれないね、向こうは。確かにやばいと思って。でもすごくできるからとてもじゃないけど、うん、でも別に成績良くなかったよ。普通じゃない。誰？別にアンナが取った診断のテストの点数も別にさほど良かった。アンナにとっては一番良かった。まあ、確かに私が一番良かった。その子にとっては一番悪かったかもしれんけど、うん、アンナにとっては一番。でも別にその成績はさ、うん、そこだったら普通やん別に、うんうん、当たり前だったよ。でもあの時アンナは1日8時間とかは勉強しとって。え、そんな勉強してなかったよ。してたしてた。その時だけはしたんやって。じゃあアンナに、しとったんや中学校。まず中学校あんな勉強してないと思った。急にし始めんくなったよな中2ぐらいから。だって中2はもうだって勉強する意味ないわと思ったもん。なんでもするん。意味はなくない勉強する意味。でもさ、でもさ別にあれだったやん。そう、あれやったな、うん、またこれ
れからバレエを続けたらいいよ。無理無理無理。趣味でやればいいよ。しんどいしんどい。お教室開いた。無理無理、教えられん。人に教えられん。あの語彙力がないっけ。しかもあんななんかさ勉強とかもそうなんよ、人に教えられん、自分の中で解釈しちゃうけん、自分の中の覚え方を人に伝えられん。わかる、わかるよ、それはわかるよ。バレエも、あ、ダンスもそう、なんか自分の中で覚えられるけどさ、人に説明できん。そういう、それってやっぱり教える力ってすごいよね、先生が、ね、うん、すごい。同じタイプ、私と。なんか、なんか自分なりのなんか覚え方みたいな、だけん多分なんか覚えれない人の覚え方じゃない、うん、なんて言ったらいい、ダンスもさ、なんかこれでこうでこうでこうでみたいな、なんて言ったらいい、一連の流れでやってるとか、うん、うん、なんて言ったらいいの、雰囲気の覚えるタイプなのかな、うん、分からん、なんて言ったらいいの。でもバレエは明白に型があるやん。うん、ある。それを伝えていけばいいんだ。嫌だそんな。でもあのベビークラスとか教える先生とかすっごい気が長いよね。感覚で覚えるタイプ。アナちゃんのところの大きい先生もすごいよね。なんか嫌にならないように、うん、楽しくってね。そう、本当に。あとはなんか、ママがあくびするけ、あくびするかと思った。誰？アンナ。あくびって映るよね、うん、なんか話題ない。話題、なんちゃん料理配信したらいいね。そしたらママも帰ってきたらご飯食べれるね。あくび出た？何するじゃあ。アンナさんがバレエを始めるきっかけは何だったんですか？え、ママがしたかったから。ママがしたかったから。私がママがしたかった。教えてあげるよ、ほら、立ってて。いや、あのすごいきつい教え、誰かがするけん、いやいや、なんですっごい、なんか、はい、じゃあもうちょっと前に来て、うん、もっとここ来て、ここ、うん、ここ映らんけん、はい、もっとこっち来て、はい、お腹引っかかしてる。え、何かけて、かけて、かけとるよ。お腹を引っ込めて、優しく言って。手は、手こうなんですよ、バレ。なんで、なんでこうなるの？なんかわからんのよ、なんでそうなるかが。それを教えてくれないと分からんよ。なんでこうするだけよ。これをお父さんが帰ってきて、お母さんはキッチンに行って、そう、子供たちは近寄るってやり方よ。なんでなんでこうするの？分からんのよ、それが。もっとさ、なんか柔らかくしてて。柔らかくできるんだよって。え、もうちょっと柔らかくして。はい。はいはい。肩落として。で、もっと柔らかくしてて。なんか、こんなんなるよ。普通に、こうやってやるんよ。違うよ、手汚いよ、ほら。手汚いって。違うよ。だから、ここを、こう、こうよ、こう。チクチク、こう、こう、こう。あ、そうよ、これ、はい、これ、こっち、こっち、こっち。こっちなんか離れとるよ、変じゃない？違う、こっちくっつけんとって。あの先生に怒られる。すっごい怒られる。めっちゃ怒られるよ。もう怒られよりやもん。なんか違うよ、なんかこう、なんか何やろ、どうやったらそうなるん、分からんのよ。それを教えてくれないと。ここ、ここを抜いて、ここ痛い。で、力を抜いて痛い。
アンナの声と同じ感じ。じゃもっとさブランブランにしてて、違う違う、ここじゃなくてここも違う。なんでなんで、でここ開いて、はい、お腹引っかいて、ここは閉じて、なんでお尻で閉じてって言われたもん。もう教えられない。なかなか厳しい先生や。だって手良くなったと思って次の瞬間見たらなんかこんなになってるもん。もう無理。そんなちょっとで気になるんやもん。なんかなんで手をこするだけ、ほらこんなでこうなったるやん。こうやったらこうなるんやん。うん、難しいな、うん、違う違う、なんで手はなんでこんなになるん。こうやろ、ここをぽっこりしないで。ぽっこりやるやん。あ、意味が分かった。分かった、うん、なんかこうなっとんよ、うん、け力外してこうベッてやる。あ、そうそう、うん、で、開いて。なんでそんな硬いん。硬い。違うよ、ここから丸くするんよ。こう折れとんよ。なんでこれってそんな難しいことなん。難しい。だってこう開いてこう開いてこうするだけよ。やってみて。違う違う、一回こっち向き、こっち向きにして下ろす。あ、いいやん。イエーイ。あ、21時になった、ありがとう。確かに大好きな人もこうし、それはできるんやん。それと一緒よ、これ。あ、まあ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 、こうくっつけて。力が入っとんや多分。普通にこうやってやるだけよ、ほら、こうやってやらんのよ。ああ、いいや、うん、教えてあげたよ。ちょっと披露してあげてよ。披露してあげてよ。とても披露するじゃない。ここだけ披露してあげてよ。いや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 、できない。褒めてもらえるよ、きっと。いい。なんで絶対褒めてもらえるよ。だって絶対汚いなんて言えんもん。でもなんか、うん、びっくりされるのが、うん、バレエってめっちゃ汚いって言われるんですよ、うん、でもそれってちょっとなんか厳しいみたいな、あの嫌な言い方みたいな。芸術やから綺麗か汚いかなるやん。そう、でもなんか旗から見たら厳しいって思われる、ね、そう、なんか汚いってみたいな感じ、うん、ダンスも汚いって言われるやん、うん、でも汚いってみたいな感じになっとるやん、うん、ダンスは型がないやん。でもバレエって型が絶対的にあるやん。汚いしか言われんもん。汚い。なんでそんなご飯がそんなに汚いの。なんで手がそんなところにいってんのって。本当にこんな感じ言われるんよ。普通にもっと言われる時あるよね、うん、川端さん。一人でやってみなさいよ。本当に言われるんですよ。おもろい。ということでターンのお礼をします。マーボーさん、めっちゃ可愛いタワー、クマタワー、日本ありがとうございます。名古屋、福岡、ありがとうございます。全部来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。優勝です。美味しいものを食べて観光もできたみたいでよかったです。そしてたくさんのコール、とても嬉しい。全部びっくりするほど聞こえてます。これからもよろしくお願いします。ありがとう。すごい、アンナちゃんってやってくれるよね、コールやろ。うん、すごいよね、うん、ありがとうございます。そしてまるさん、ペンギンタワーありがとうございます。ペンギンのようなピオリンです。名古屋楽しかったです。ありがとう、来てくれてありがとうございます。 UFO キャッチャーでミミッキュも撮っててすごい羨ましい。何キュ。ミミッキュ、ポケモン、ピカチュウの闇落ちしたやつみたいな。なんかめっちゃピカチュウかと思うよ一瞬、うん、みたいな子。違う子がおるそう。
これからも楽しみましょう。大好きな名古屋で会えてよかったです。ありがとう。最善待ってます。9月9の公演、東京から見に行きます。ありがとう。9月9花台か。ありがとう。次、これが一昨日ですね。そして今からが昨日のですね。昨日の、いいね、あなた。最善頑張ります。当ててください。マリュさんありがとう。マーボーさん、花火くまたまありがとう。名古屋の2日目ありがとうございます。夢力のラストめっちゃ目の前でもう狙ってたかのような、素晴らしい、素晴らしい、なんていうあれでした、なんていうんやっけ、これ真正面、あ、真正面みたいなでした。ガチ恋苦情もたくさん聞こえました 笑いが出るほどもうめっちゃ真正面でありがとうございます。愛しかないんだということで、横浜でも会いましょう。来週横浜で会おうって昨日言われて、横浜って思ったらあれか、アットジャム、よろしくお願いします。楽しみしてます。四国も来てね。で、四国くん、花見くまたはありがとうございます。名古屋来てくれてありがとう。楽しかった。スタンディング絶対疲れたよね。ゆっくり休んでください。どこにいたんだろう、あれかな、一番後ろらへんのさ、上手の方の方かな。ありがとう。一番奥まではね、照明が当たらんかったんだけど、ありがとうございます。また会いましょう。声待ってます。ありがとうございます。次、山田太郎さん、名古屋城プラス花火くまたはありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。2日間本当にありがとう。そして2つタワーありがとうございます。たくさん目が合いましたね。ありがとうございます。横浜で会おうねって、次の約束もできるのもすごく嬉しいです。メールの返信もありがとう。来年は江戸春ゼミの鳴き声聞きに行ってね。山登りが趣味らしい。すごい。ぜひ来年は。おじさんも好きよね。あ、そうなん、うん、山登り。誰、おじさんって誰。ママのお兄さん。あ、そうなん、山登り好きな。すごい好き。知らんかった。見とるんかい。見てますよ。次、くまぴーさん、四色玉花火タワーありがとうございます。名古屋2日間ありがとうございました。すごく楽しかったです。ありがとう。1日目超目立ってました。だから、下手が全然アンピーズ単押しの人がいなくて、そのアンピー好きだよって時々ペンライトしてくださる方はね、何人もいらっしゃったんですけど、ずっと照らしてくれる方クワピーさんだけだったので、もうめっちゃ目立ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。四国来てほしいです。楽しみにしてます。ありがとう。1日目はね、神手が多かったんですよ。超神手多かった。で、それをメールで送ったら次の日下手めっちゃ増えて、神手全然わらんかった。いいようにね、みんなの心理戦を頑張っていただきたい。はい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 、どうぞ。スタンディングの時はどうやって入っていくんですか。多分整理券、整理番号があって、その若い人順から好きなとこに行ける、うん、上手下手とか選べる。それは多分ですよね。なるほどなるほど。それはん、なんかチケットですか、電子チケットに書いてあるかな。整理番号順に入って好きなところに立ってる。ほぼ足早い順。あ、そうなの。チケットに書いてありますだって。チケットに、ああなるほど。早く行った順じゃなくてチケットに書いてある。うん、名古屋の待機番所の混雑すごかった。そうなんじゃ。でも AKB さんの劇場もそうなんよ。あ、そうなんや。なんか何番から何番の人はここで待っててくださいみたいなのがあって、うんうん、そっから、うん、なんか入れる人順がね、あれですよね、くじかなんかですよね。あれ AKB さんで違いますっけ。なんかやってるよね、ビンゴ抽選だよね。で、もう本当に、うん、ここから早く行けますみたいな、うん、始まって、いきなり始まって、うん、でその人から自分の席に座れる。へですよね。 AKB さんビンゴか、その場で。
だから一番がいいわけじゃないんですよ、イケイさん。なるほどなるほど。そう、私は女性のところで撮っていくことが多かったので、うん、別にあんまり関係なかった、うん、上手下手自分でちょっと選べるぐらいだったんですけど、ビンゴ一巡目引いたらやばいよね、うん、下克上感あるよね、なんかそう、でも女性枠もねそんなないからね、うん、競争率どうなんやろうと思って、しかも最善には絶対いけないっていうあれがあって悩むけど、うん、確かに。でもそれより後ろになるのかって思うと女性の枠にしようかなって言って、うん、駆け引きマジででした。私はでもいつもそう言ってたかも。最善で入ったことないんでしょ。ママもない。ママいいや、最善におられたら嫌やけん。あんなでも3番目ってことはあったよね。そう、3列目超気まずいがあった。しかもなんかセプトセラミンじゃないわ、何やっけ、うん、何やっけ、最近やった舞台のタイミング、うん、セプトのセプトさんの最近あった舞台、うん、結構前の方か、前の方だったよ、下手の時に、うん、めっちゃ近くに私のファンの人がいたんですよ。だから手振ったんですよ、うん、じゃあ自分に手振られたって思って帰ってその日私に手振ってきたよねみたいな感じでルンルンで言ってきて、あ、フェイタフェイタ、フェイタ、うん、言ってきて、いやママには振らんよって言いました。ごめんなさい、タワー読みますみーくんお祭りタワー、タワー2本分ありがとうございます。ありがとう、名古屋楽しかった、見つけました、ハッシュタグアンメールもめっちゃ嬉しかったです、ありがとう、本当に天才です。最後までツアー楽しみましょう、美味しいものも食べれてよかったです。これからも気をつけてきてください。次会えるのはいつですか。ありがとう、ぴよ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 、ありがとうございます、ありがとうございます。これが昨日分です。では今日分です。タガケイさん花火タワーありがとうございます。間に合ったかな、夜配信花火欲しいって書いてるからって言ってタワーをくださってありがとうございます。びっくり、ありがとうございます。優しいね、とってもムレピー、優しい。タガケイさんともっと思い出作りたいです、これからもよろしくね、ありがとう、ありがとうございます。キャンペーン今実施中なのでぜひ花火持ってたらぜひください。昨日出したの、うん、気づいた、気づいた次、ケンお祭りタワー、タワー2本分ありがとうございます、ありがとうございます。名古屋楽しかったよ、最高の思い出できたよ四国2つとも会いに来てください、当ててきてね、待ってます。それまで頑張ってください、ありがとう。バメチャスさんありがとう。以上タワーのお礼です、ありがとうございました、ありがとうだよ、ありがとう。え、キャーママもキャー、え、ありがとう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 、明日書きます、もう書いとこう、お願いします、ありがとう、置いたわ、ありがとうございます、ありがとう。何タワーですか。花火タワー、そういう意味じゃない個人的ななんかあるやん、きっとタワーに思いをこもっといいやん絶対、うん、何タワーやろ、そう、何じゃ、何見分量、え、違う四国の公園何言うのかと思った、タワーを持ってるんよ、実習頑張って、じゃあ実習頑張れタワーですね、そう、ママはアンナのスケジュールをなんかスケジュールに書くのが好きらしくて書いてるらしいんですけど、うん、私が言わないのでレッスンある人が言わないんですよ、レッスンの日聞くやん、夜寝る前、明日何仕事って言って、じゃあレッスンって言ったらここにレッスンレッスンと書く必
要あれもないですよね。いやあるやん、そんなさ、なんで夜遅くなったらどうするの。夜遅くなるなんてないし、遅くなったらどうするの、どうなるの。心配やからお家帰るまで起きとく。もう配信するまでマジで起きてるんでしょ。そうで、配信し始めたら家に帰る、配信始まったねー、じゃあもう寝るねーとか LINE 来るもん。配信始まった瞬間に元気に帰ってきたなというのを見てる。別にレッスンしてるとかしてないとかじゃなくて、レッスンで夜遅いかどうかを知りたい。じゃあ言ってよ、今日は夜のレッスンなのーとか。夜のレッスン夜にやるレッスンなのーとか。そんな言ってくれたらええやん、ちゃんと。え、だってレッスン今日は何があるのって言われたらレッスンって言って、それで話終わるやん、うん、じゃないとさ心配やん。やっぱりタワスキと感謝のヒロありがとう。もう心配、この四国の公演を書きます。かなだれが書いた。 ありがとうアンナって書いちゃった。なんで自分で書くの。だってサインね、アンピって書けるけん混ざった。インディーボイスさん花火かけ中ありがとう、ありがとうございます。今ねショールーム別中なんですけども、ぜひありあんなでいいよ。いやいや、そんなお世話、そうぜひ星投げねしたりとか50巻とかね、はい、見に行ったらぜひ行ってください。はい、やってます。ママやっとるらしいすごい。さなき花火ありがとう。ということで今日の締めの話をして。今日の締めの話、うん、ダイキンの広告ありがとうございます。 ありがとうございます、楽しみ。ウルフさん花火ありがとう。かけじゅうダイキンもあのちょこちょこまだやってるんですけど、そうママがね、はい、うん、なかなかあのレベルが上がらなくて、レベルが上がらなくなって、なんかもう、うん、なんやっけ、王国の、うん、王国の、で大きい声で言ってよ、もっと王国の、うん、なんて言うんだろう、あの戦いに参加しろって、あの戦いに参加しないと制裁を加える的な来た来た海外の人、あのなんか通訳、翻訳みたいな、分からんだよねあれ、うん、どういう意味意図で言っとるんか分からんけんね、むずいよね。そう、なんか、まあ、直訳とかそういうことになると思うけど、メール来てたね、あ、うん、みんな来とんや、みんな怖い、うん、へえ、うん、燃やされないように。でもなんかお城のレベルも、あ、私かその黄色いやつ誰やと思ったら誰かの配信見あるなと思って、すっごい黄色、私と同じやんと思って、誰やろうと思って見たらあんのやった。また違うよ、びっくりした。私を見てるよ、誰を見ようかと思った、うん、みんな無視してるんやで、なんかよくわからないよね戦うって。そのそれは知らんけど、うん、でもあの最初だけは頑張ってやってる。ありがとう。花火上がった、いきなり。ありがとうございます。ママ、今年初の花火じゃない？今年初の花火じゃない？歌って。歌えないよ、ママが。アンナが書いてるけん。ありがとうございます。明日言います。歌って、ママ。ママが書いておくから。なんで？お礼を書いておくから歌って。なんか歌ってって言われると歌いにくくなる。そうよね、誰だってそうね。あ、四色玉かこれ。四色玉？
本当だ、四尺玉すごい。ママ初めて見た、今年初の花火。あ、8月9も15も四国は申し込んだよ。ありがとうございます。県花火ありがとう。ミスターさん花火ありがとう。もう8月25よ、びっくりじゃない。早いよね。早っ。8月25今日で、うん、そう、早い早い。なんかあんちゃんが STU 行く前にさ、一緒に見た花火がさ、何か覚えてる？覚えてない。二子玉川のさ、テラスで炒めし食べてて、あー、え、あれ花火あんの見てないよ。花火に行く途中で行ったよね。だけどあんの見てないよ、花火一切一切見てない。見てない、見てない、見てない、見てない。え、なんだ、あんの見てないもん。あれだって電車の中で見たもん、あんの。あれそうなんや、うん、ママたちテラスでのんびりピザ食べて、ね、そう、私、ね、バレエあったから途中で抜けたんですよ。なんかパパの友達、そう、家族と、そう、ニコタマ、そう、絶対に二子玉が行ったら絶対そこしか行かないんですよ、この家族。本当にもうさ、違う店行けばいいよな。本当に本当にそこしか行かないんですよ。炒めしっていう言い方がもう、もうバブルよね。そうなんですか、炒めしが分からん。イタリアン料理。あ、そうなの。何やろ、炒めるおめなんかやつだったっけ。で、水かけてやんな。え、なんかここにぷっつりできた。チプクンアレルギーかもしれん。ほら、ぷっつりできた。うーん、ストレス。ママに炒めすって言われたストレス。ストレスが出た、悲しい。でもなんか前朝起きた時もなったんよ。薬塗ったらすぐ治ったけどさ、うん、もうあんな目の目やけん、それ薬気をつけて塗ってね。あんなさ、多分アレルギー絶対なんかあるんよ。もっとさ、ちゃんとしたやつやりたいんやけど、うん、かっけえやつやっても一緒。でも納得がいかん。だって猫アレルギーじゃなかったもん、納得いってないもん。あんな絶対泣かれる日なのに。でもさ、映画のさ、コナン君の映画行った時は初めて違う、あの、そこのお店行ったよね。あ、確かに確かに初めて行ったね、あそこ。ね、美味しかった美味しかった。でもやっぱり他のところも行くべきよ。そうよ。ということで、そろそろ終わります。マジ最近さ、いきなりプッチプッチっていうのがさ、できるんよ。ママもできる。え、それが普通なん、これ。普通よ、みんな。でもあの、今までならんかったんよ。めっちゃ痒くなってプッチって出て、いきなりカーみたいなやつやろ、ね、うん、あれ絶対アレルギーよ。今は誰にだってあるよ。え、それあれ、私メイクさんにね、うん、相談したんよ。じゃあそれアレルギー反応で、でも今はそんな軽く出とるだけやけど、これからどんどん出てくるかもしれんけん、検査行ったりとかした方がいいかもねって言われたんや。でも時々ここも痒くなったり、ね、いる。え、いや、やん、それがストレスやん。そう、もうプツンでできた瞬間のストレスやって、脇さびさ、脇さ、さきぶ、なたもさん花火ありがとう。多分もう STU の時にも言うけん、あんな、あ、ストレスだストレスだ今のこれ。そう言われる方もちょっとストレスになる。言うのやめよう。そうよ、やめて。やばい、すぐ治るんですよ。薬塗ったらすぐ治るし、うん、ほっといたら引っ込むんですよ、うん、じゃあよかった。今はね、うん、さっさ花火ありがとうということで、壇上見ます。ママ壇上読める。ママ読めるよ。ストレスのいたちごっこ、確かに。ハートいっぱいありがとう。すごいよ、ハートでいっぱいになったね。確かに。ママから読んでもらいます。はい。
13位おかっぴさん、12位修理屋さん、11位なおともさん、あなんか10位はやりんごさん、9位電気ビリビリさん、8位さとぴさん、7位みしたらさん、6位世界一かわいいアンピーかっこアッキーさん、5位しおりんさん、4位みっちーさん、ありがとうございます。ちょっと星がかかっててわからない。3位よしこっくくん、2位けんくん、1位はせーのでよ、せーのウィンディーボーイさん、さんあと酒井さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでもう一度終わります。明日は、はい、明日は花火をしようかと思います。そうです、なので皆さん見てください、はい、バイバイ。お昼ワンチャン配信するかもしれんし、せんかもしれんし、はい、ぐらいです、はい、ありがとうございます。治った、ちょっと、うん、治った、ちょっと治ったかな、うん、ちょっと治った、バイバイ、バイバーイありがとう、バイバーイ、お、チリパ、バイバーイ、すごい、はい。